その前からマチュピチュにあったんですもんね。あったんだね。じゃがいもが。変えたんです、人間がね。多産であるとかね。植えやすく、栽培しやすくしたんですね。どうしてそうなったのか。それを僕は知りたかった。で、行ってね、見てたんです、ずっとね。マチュピチュのね。そしたらね、なんとね、リャマを買ってるんです。リャマ。リャマ。リャマという、ラクダ科の、動物がいますね。あれはね、リャマの毛を取って、で、ああいう寒いとこですから、こういう街灯を作ったりね、コートを作ったり、まあ、枕にこう、取材してね、すごく有能だったわけですね。それで、リャマをね、たくさん作ったんです。さあ、綺麗にね、生きてるんですね、リャマはね。で、散歩してたらね、フンの山を見つけたんです。こんなとこ、ボーッとフンの山があるんですよ。と思いましてね、ひょっとするとと思いまして、地元の人にこう、ちょっと、これ、何？そうすると、リャマが、クソしちゃう、クソしちゃう、クソ。リャマがね、フンをしちゃって。これ思いましたね。リャマはね、糞尿をするときに、人間と違うんですね。ああ、馬でもそうですけども、馬がいます。馬、どの馬もするわけじゃないんですけども、オスのね、馬が特にいいんですね。で、これがね、糞をするときには、こう来るんです。そしてね、他の馬の匂いを、糞がありますと、クンクンクン、クンクンって書くんです。そして、くるーっと書いて、この上にボタボタボタって。そうするとね、俺は全部カバーしちゃうんですね。俺はもともと縄張りをね、明確にするための行動だったでしょうね。それがね、ちゃんとまだあるんですね。ここに他の馬の、オス馬の糞があったらする。こう、おかしいぞ、おかしいぞ。なんか匂うぞ、匂うぞって来るわけです。そして、クンクンクン、クンクンクン、食べるわけじゃない。食べるわけじゃない。変な匂い。で、こうっとして、この上にバラーと。これがね、うまく命中するんですよ。本当に命中しますね。これはね、縄張りを明確にする馬の行動ですね。猫も顕著なんですよ、それはね。猫も本当に顕著です。それをね、猫を行ったとしますね。そうするとね、こう来てね、他の便の匂いがあったとします。こう、嗅ぎますね。そうすると、くるっと回転するんです。で、後足でパッ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 。その前に書くんですね。砂を書ける。これはね、僕は測ったことあるんです。見事なもんですよ。これがね、近い時には、この頭してピュッピュッピュッと書く。でね、こう書いて、こう行きますでしょ。このくらい経つ時はね、今度は前足で書くんです。前足でパッ、パッ。パッパッパッと書いてね、そのちょうど上に砂をかけるんです。ああ、見事なもんですよ。これがね、かけるのをね、見ていますとね、遠いところでは前足で書いて、そしてこの上にかける。後足の時はこう書く。こうやって。ピタッとね、同じ感じでね、この上に砂がパーッとかかっていくんですね。あ、これはね、怠け者でもそう。行くと思った。ね。日本語出てきたから。うん、挨拶します。